ダニホッチでございますね。ダニホッチはマハロの YK チャンネルでフロリダスパーリングというね、動画をアップしてますからね、結構、人気ありますよね。まあご覧になった人結構いると思いますけどね、ダニホッチの試合、でございますね。なかなかね、面白い試合でございますので、一緒にご覧していただきたいと思います。相手はね、ガービン兄弟ですね。ジム・ガービン若い、腕手上げてるのはもうデビュー当時のジム・ガービンですね。でテリー・ガービンですね。テリー・ガービンは、日本プロレスに昭和45年か来日してますよね。ジム・ガービン、ゴージャスジム・ガービンがめちゃくちゃ若い頃で、フロリダに行って黒い髪の毛で、なんだっけ、アフロヘアにして、新日に1回ぐらい来てて、で、デビッド・ホン・エリックが、テキサスに呼んで大ブレイクしたとね、いうことでね、デビッド・ホン・エリックをジム・ガービンがもう恩人だということですね、言ってますね。そうそう、ラモスね、マスカット全然そのマッチやってましたね、エース、セカンドエースぐらいでね、疲れてもよかったと思うんでね。あ、レッドさん見ました？そうなんです。まあまあ、見たことあると思いますけどね、ご覧ください。ダニホッチ、ビル・ワットなんですけど、ほとんどワットが試合しない。オクラホマの試合ですね。ドリー・ファンクシニアの試合はね、ないね。センチューブさん、あったら僕、アップしたいんですけど、ないんですよ。見たことない。日本プロレスに44年が上がってるんで、アメリカのね、フィルムってね、途中途中のね、切れ目のところに必ずね、お客さんの写真をね、カットインさせますよね。で、それで、展開を、変える、スパイスになってますよね。リンゴ潰しね。あ、エルさんどうでした？シニアの試合は。パッチルームラースね、いいですよね。そっか、初来日にね、80年の闘魂シリーズでしたっけ、丸岡さんね。そうね。海外の映像もないんですよ。まあね、梅原さん、タッグチームっていうお題の時に私それね話してますね。ファックスね、一瞬ね、シークがベビーフェイスになってね、ドリーファンクジュニアで組んで、ドンケンと、スタンスタジャックがやってる試合でね、アップ、YouTube でされてますね。一度私がね、昔ねアップしたんですけどね、ドリーファンクジュニアに消されましたね。あ、なんかみんなねアップしてるからね、消すのをやめたみたいですね。ホッチの構え方いいですね。そう、旗揚げシリーズにも来てますわな。旗揚げシリーズはテレビ中継でシニアやってないような気がするんだよね。そう、覚えがない。サンマリティノとテリーは覚えがあるんですけどね。シニア覚えないな。頂点みたいな暮らしますよ。テリー・ガービン。あ、下にいるのはジム・ガービンね。ビルワット余裕のお笑いしてますね。1対1でやれってことかな。この2リフトはね、あれですね、ホッチ独特ですね。ドロップキック、回転ビガ止めで勝つと。
でその後にね、幻の技をやるんですね。あ、エルさん、シニアはドリーの光剣みたいで長くはファイトしなかったですよ。そんなに詳しく覚えてません。そんな年じゃない。僕もね、47年覚えてないですから、ね。テープじゃなくてフィルムね。そう、フィルムチェンジの時ね。猪木戦で猪木にレースと一緒にちょっといた。ババドリー。ん？ババドリー。あ、ドリー、ドリー。うん、こっちとネルソン・ロイヤルのタッグ。あ、渋いなぁ。ネルソン・ロイヤルね。山椒だ、小粒でキリッと辛いでね、子供には分かんないレスラーだったけど今見るといいレスラーだな。旗揚げはセルビーの姿だけでいいそうだな。こっちはねボクサーで強かったですよ、うん、アマチュアでタイトル取ってるはずです。シニアの奥さんが美人だったの覚えてます。あれは5歳でしょう。ドリーの奥さんも可愛かったね。今の奥さんは出しゃばりすぎ、うん、あんまり言いたくないけど、追加でやるんですよ試合、うん、でガービンの一人を、手錠を締めて出させない。あ、テリー・ガービンだ。でこっちがジム・ガービンってありますね。ジム・ガービンまだ若いよね。デビュー間近でしょ。グリーンボーイ時代。もうダイナミックなパンチでも受け身うまいっすね。テリアのジムガービンでダイナミックでね、アッパーカットみたいなパンチがね、ダニホッチ得意でしたよね。ショルダースルーやってオクラホマヘイライドですよ。バナナスプレッドですよ。バナナスプレッド、バナナスプレッド、バナナスプレッドですよ。いやーこれ見れると思わなかったですよ。ほらフロントコブラに行く、フロントコブラじゃないですよ、グランドコブラで勝ちますね。バナナスプレッド、オクラホマヘイライドじゃなかったっけ。グランドコブラ、バナナスプレッドからグランドコブラを決めるということでございますね。もう一回見ましょう。すごい関節技、拷問技で、グランドコブラでも